神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷浩史です。ボス、小野大輔です。小野くん、僕らが文化放送でね、火起こしをしたり薪を割ったりしてる間に2021年の6分の1が終わったといううわー、あんなことしてるうちに、そうなんです、キャンプですね、はい、もうすぐ3月ですよ。あら、いやー、もうよく言いますけどね。ん？え？まあほら、2月は逃げるみたいな、3月は去るみたいなこと言うじゃないですか。どんどん過ぎ去っていくんだよ。そういうもんかい？そうだよ、いや、どうした？何が？どうした？もう完全になんかもう今年完全燃焼しちゃってるじゃないか。あ、キャンプだけに？何言ってんの？興味出てきました、やっぱり。え、お前のさ、なんかさ、うん、トークのさ、あのスキルとして、はいはいはい、もう尻滅裂な感じに繋がってるんだけど。尻滅裂な感じで繋がってる。大丈夫、大丈夫ですよ。俺は別に完全燃焼してるわけでもないし、オープニングのネタがこれしかないからどうしようかなと思ってたところに、キャンプネタ無理くり突っ込んできたね。無理くり突っ込んできたよ。まあ俺は動画ずっと見てるからね。だから興味ねえっつってんだろ。なんであんなにいい生誕祭をお送りしたのにまだ興味持ってくれないのか俺には分からない。なんであれでいい生誕祭だと思ってるか俺には分かんないけれども、なんだろう、一周に綺麗にまとまってたしね。まあ無理やりだよね。まあぶっちゃけあれ以上はできないんだけどそうだよね、火起きた瞬間にアウトだからね。あれでもほら、火起こす時に結構興味示してたじゃないですか。そうだね、だってやったことなかったから火起こして。でしょ、火起こそうよまた。まあね、だから起こしていいところでだったら起こしてもいいかもしれんけど、そんなとこないだろ。神谷さんちかな。うちは嫌だよバカもう二度とうちには来るな言っておくけれども、ダメかい。ダメだね、もう一回ぐらい行きたいんだよ。いや、もう来るな、ね、言っておくけど、もう今日来ないでほしい。メイドの悪夢をまた見せてやりたいんだよ。もう本当に勘弁だわ。そうですか、ほらフリーになったし、ほら、え、つまりもう止める人はいないわけですよ、僕がメンズメイドをやることに関しては。お前主観で言うとな。あ、そうですそうです。それは別にさ、年がら年中したらいいがな、うちじゃなくてもさ。年がら年中していいんですか？いや、別に勝手にしろよそれは。いやいやいや、だから、それはでも他のところでやったらただの気候じゃないですか。いや、うちだって十分気候だよ。いやいやいや、それは神谷さん その生誕祭祝うためにってことですから。あ、来年決まったな。じゃあそういう理由が欲しいってことね。ああ、そうそうそう、お前はメンズメイドの格好したいけれども理由がないからできないので、できないね。理由が欲しいから神谷さん家に行ってメンズメイドの格好させろと。そうだね。お前どうかしてるな。いやいや、役者魂だよね。役者魂じゃねえよそう、昔からちょいちょい出してくる気持ち悪いところだわ。演じたいよ単純に。やっぱり演じていたい。ああ、そうですか。じゃあだって外でやったらオロープ頂戴だからね。じゃあいいよ、小野くんの誕生日でやろうよ、ね、小野くんの生誕祭で小野くんがやりたいことやればいいじゃん。それはメンズメイド記載やったらいいよ、自分で。自分が思い描く。それとはちょっと違うんだよな。何言ってんの、何が違うか俺には分かんない。俺がやって俺が満足だもんな。 OK、 というわけで僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第725話、今日もカレーやった。そうです、デスロード続いてるんですよ。だから省エネでいきますこの番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷浩史です。モス、小野大輔です。まずはお知らせがあります。去年7月5日に開催された無観客配信トークライブ、マズヒティッコーのバンドライブツアー 2020-6.9 ロックありがとうステイホームステイロックのブルーレイ &DVD が3月26日金曜日に発売になります。こちらは全国のアニメート店頭、インターネット通販、文化放送 A&G ショップにて現在予約を受付中です。MOB によるオーディオコメンタリーも収録されております。はい、こちらね、ジャケットや特典の英語サイズ特製クリアファイルのデザインも発表になってるんですけれども、今目の前にですね、色香があるんです。これかい、まあ、こんな感じになりますよっていうね、ジャケットね、まあ、いつもの感じですよ。そうね、はい、だからこれ統一感があるので、あの以前のツアーだったりの横に並べていただければ、ああ、マゾイスティックオノバンドのやつだ、はい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 、っていう統一感はありますよ ね、 やっぱりね。いいね、コレクションアイテムとしてね、いいんじゃないですかね、いい感じですよ、はい、いいじゃないですか。たとえ全国ツアーが中止になっても、MOB は止まらない、DGS もって書いてある本当だ、ちっちゃく書いてあるんだよね。ちっちゃく書いてある、まあ、基本メインはやっぱ DGS じゃなくて MOB なんでね。このキャッチかっこいい、確かに、いいね、いいね、はい、これはとってもかっこいいと思いますよ。でブックレットもあるんです、実は。はい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 、結構なボリューミーですよ。え、そんなに、はい、
そんなに分厚いの？メンバーの写真がブックレットありますよ。ライブやってんね。アンコールマンも、うん、うわー、あ、そう、うん、読み応えありますか。我々も映ってますね。 DJ スパートも、DJ スパートもね、うんうん、ありますね。映ってる、映ってる、はい、なんだろうね、うん、しっかりライブやってる感じだけどトークなんだよね。トークだよ。基本トークですからね。はい、でも写真満載で、はい、はい、なのでこちらのブックレットの方も楽しみにしていてください。ぜひぜひ。でクリアファイルのデザインってのはどれなの？これ。あ、へえ、白基調なんだ、うんうんうん、かっこいいじゃないですか。こんな衣装着てたんだね、俺たち ね、うん、ね。ド S はあれですね、うん、やっぱロック T シャツなんですね。まあ改めて自前ですからね。そうだ、基本金ないんで。おーおーおー、基本この時ね、はい、マックス金ない状態だったから、マックス金ない、むしろ借金しかなかったタイミングなんで衣装自前です。まあ、ヒロシーとオノディに関しては、うん、あの衣装さんが用意してくれてますけども、ギリギリね、ギリギリです。スタイリストさん来てくれた、ね、これでもう金使い果たしたんで。素人メンバーは衣装自前なんでね、申し訳ないですけども、うんうんうん、なんで八木橋くんがどんどんなんかどうかしてる格好になっていくっていうね。本当だね、バカな金持ちの格好になっていくっていう。金の使い方がわからないおしゃれさんになってるっていうね。そんな風になってますけれども、そのひな形が見られますんで、はい、おぜひぜひ、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。おい、それではリスナーから取れたふつつを紹介していきますよ。ラジオネーム縁側でエンドさんからいただいております。ありがとう。私は男性ですが、うん、お二人の会話が楽しく毎週聞くようになった新参者です。へえ、あらあら、ありがとう。先日坂本美優さんがパーソナリティを務める FM 番組に小野さんが出ていた回を聞いてきました。おい、はい、マジかよ小野くんは、うん、FM まみれですな。まみれっていう表現何？小野さんはディアガールの時とは違い、うん、セクシー女優さんやキャンプについて熱く語る小野さんではなくFM の小野さんでとても落ち着いていてすごく FM でした。あ、そうですか、よかった。衝撃的な出会いについての質問では神谷さんについて熱く語っていました、うん、へえ、なんかとても素敵だなと思いました、うんうん、とのことです。おいおいおい、待ってくれよ、うん、何ですか。もう FM にゲストに行かれますか。もはやもう、もう FM へのなんかいろんな感情がないまぜになってますけども、もう神谷さん、コムチャとかもう出てらんねえようですよね。コムチャとかは、コムチャに関しては、はい、あの追い出されましたけど、もう出てやらねえようですよね。いやいやいや、お前来すぎて、 CD 発売のタイミングだとはいえ、もうコムチャはいいよと、うん、FM だよこれからは、ということですよね。じゃあそういうことにしとくか。ああ、もうそうなのよ、もうコムチャとかもう半端ですっすね。いや、収まらないよ俺は。 FM 様はやっぱり、俺の話乗っかんなくていいんだよ。いつも思うけど、そうだね、やめとくわ、うん、怪我するもん俺だけ。だ、ね、俺ガンガン穴掘ってどんどん落ちていくけど、いやいやいや、あのね、あ、いやだから AM でそのゲストで呼ばれるのももちろん好きですよ、うんうん、はい、でまあそっちの方がいつものトーンで喋ってるね、うん、この DGS のトーン。いや、 FM 様の時のトーンってどんな感じですか。え、 FM 様、FM 様の時ってどうなんですか。あ、どうも、東京 FM を本日のゲストは小野大輔さんです。よろしくお願いします。どうも、東京 FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野大輔です。よろしくお願いします。この度はあの CD を発売されたということで。そうなんですね、はい。その宣伝のためだけにいらしてくださったんですよね。ありがとうございます。宣伝のためだけっていうか、でもやっぱり神谷さんに会いたいっていう気持ちもあって。あ、そうですか、ありがとうございます。今日は収録前に歯磨いてきましたね。あ、そうですか。 CD 聞いてないんですけれども、素敵な CD だそうで。あ、じゃあここで一曲聞いてみましょうか。歌っていただけるんですか。え、じゃあ小野大輔でお願いします。獣道。手拍子にエコーかかってんじゃん。あ、歌っていただけないんですか。いや FM ってこういう感じじゃないの。びっくりしました今。FM 違うの。FM こういう無茶ぶりないの。スタジオ生ライブね。ないの。ああ、でも福山さんは、うん、福山雅治さんはよくやってますね、うん、確かにスタジオライブ。あ、じゃあ、うん、いや手拍子でできる。違うの。強くな、なるだけできない。強くなりたいよ、そりゃなりたいさ今。そんな強心臓のやついないぜ。ない、急にゲストに行った番組の坂本美優さんはそういうパーソナリティじゃない。バカにすんじゃないよ。違うんだ、坂本美優さんは。もうちょっとね、音楽的なセンスがね、うん、もうほんと僕とは全然レベルが違うから、もっとちゃんとした手拍子するでしょ。もっとちゃんとした手拍子する、うん、いや手拍子で歌わせるとかないから。あ、ないんだ FM は。うん、AM もないけど。そんなの、うん、いや普通にだからあれですよ、もうあの声優アーティストっていう、うん、あの形で呼んでいただいて。マジっすか、かっこいいっすね、はいはい、どうですか、
いやでもねずっとその坂本美雨さんのディアフレンズっていう番組は、うん、車の中でよく聞いてたんで、わものすごい癒し系のね素敵なお声なんですよ坂本美雨さんが。フィアフィアエアじゃないよ、なんなんで、なんでウルトラマン出してきたんだよ。いやいやいや、あんたがよっぽど動揺してるからね、俺のその FM 行ったトークにさ。いや本当にもう小野様がもうついに FM 様になっちまったなと思ってな、落ち着いてトークさせてもらいましてね。でも結構悩んだんですよ、だってこの仕事、まあ、声優いろんな仕事ある中でも、うん、声優って毎回毎回作品で出会いがあるし、うん、数限りないじゃないですか、衝撃的な出会いって一言で言っても、うん、だ人によると思うけどね。いやだ、一人選ぶのってなかなか難しいなと思って、でもなんかねそのちょっと悩んだんです、何秒間か、はあ、そういう時ってそのなんだろう、本音が出るじゃないですか、うん、でラジオに乗るその声の声色、その声のトーンってやっぱり嘘ついてると嘘ついてるトーンになるし、うん、声ってやっぱ本当のことが乗っかるよねってお話をしたんです。へえ、うん、マジか。なんで半笑いなんだよ。だって俺この番組でさ嘘しか言ってねえから、うん、嘘しか言ってないじゃない。だってこの番組なんて、なんだろう、普段俺こんな人じゃないし。そうかな、普段はズボン履いてるし、オンエア中は履いてないけど。じゃあ飾らない人柄ってことよ、うん、ああそう、あそういうことよ、うん、あまあいいや。本当だ、いやこれ十何年さずっとラジオやってるけどさ、ずっとこうなんだね、うん、やっぱ俺が思ってるこの思いと神谷さんが思ってるそのラジオにこの関わってる関わり方とかの話とかも含めて、やっぱずっとすれ違った状態で十何年やってるわけだ。いやそりゃ俺は FM の仕事ねえわ。いやいやいや、すげえな。いやでもね、うん、面白かった。あそうですか、うん、自分でもだから急になんかこう衝撃の出会いって言われて、それが出たのは自分でも意外だったしね、うんうん、まあ、それはそれはまあいい話なんじゃないですかね。はい、FM 面白かったよ、だから。あそう、うんうん、ゲストで言って AM 面白いよね。AM は嘘ばっかりだ。そのまとめが違うわ。さすがにそのまとめが違うわ。もう俺には正解がわからん。もういいよ、楽しければそれが正義だ。まあ、そうね、その通りです。はい、というわけで引き続き皆様からのふつうすとお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイト、アニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアール情報です。アニメロミックスでは僕小野大輔が出演しているテレビアニメ働く細胞第2期のオープニングテーマ GO GO 細胞フェスタ、エンディングテーマファイトが好評配信中です。ぜひチェックしてくださいね。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメロミックスディアガールやスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送、 DGS 裏談話室が聞けます。さらに神谷浩史生誕祭2021の動画、浩史、うん、のソロキャンプも配信。マジか、早いな。早速見れちゃうぞ、チャンネル登録よろしくね。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームスイカさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。スイカのお便り。最近スマホの電話帳を見返していると、しばらく連絡を取り合っていなかった友人のアドレスを発見しました。ふと連絡してみようかと思ったのですが、5年ほど連絡をしていないことに気がつき、なんとメールを打っていいか悩み続けて今に至ります。お二人ならしばらく連絡を取っていなかった友人に送る最初のメールはどんな内容にしますか？え、久しぶりでいいんじゃない？うん、ね、まずね、はい、始まりはね、まず LINE にないスタンプですよ。おお、LINE は久しぶりっていうスタンプがないんだって。
ないか、使用頻度が少ないからそれは必要ないって言って、まず弾かれるんだって。必ずその中入れて、入れようとしても、いやこれあの使用頻度的に久しぶりっていう単語は統計取っても全然使われないんで、いらないと思いますって言って外されちゃうんだって。へえ、うん、なのでただメールはそういうもんじゃないので、久しぶりだったら久しぶりって打てばいいんじゃないかなとは思うんですけれどもね。解決だこれは。はい、まあ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 、それだと終わっちゃうんで、5年連絡取ってない人って結構いるんだと思うんですよ。5年どころか10年くらいとかあるでしょ。10年単位あるかもね、むしろこいつ誰っていうのもある。こいつ誰も確かに入ってる可能性はある、だって一番最初に買った携帯最初のやつってさ、はい、それこそ12件とか、50件とかそれが100件になりましたみたいな。そんな時代あったね。そうそうそう、最初その登録できる、あの電話番号の数って決まってたから、だから大体実家と事務所とみたいな、そんなもんだったんですけれども、選んでたかも。そうそう、でもだん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 増えてきて今膨大になってるわけですよ。いくらでも入るだろうね。いくらでも入るでしょう。ほいほいほい、最初1000件入るとかすげえなみたいな話でしたけど、もうそういうレベルじゃないもんね。でしょうな。ね。でね、そういうふうにもう全く連絡取らねえなとか、これもう5年取ってねえな、10年取ってねえな連絡っていう人は、おそらくいらないんです。はは、はい、であると悩んじゃうでしょ、スイカさんみたいに。いやでも悩むよそりゃ、だったらもう今後皆さんが一切悩まないように、今夜はデジタル断捨離をしていきたいと思います。おお、断捨離か、はい、つまり不要なデータを削除しようと。もうなくなればメール送る必要もないじゃん。悩む必要がなくなるでしょ。本当だ、はい、じゃあ小野さんスマホ出してください。はい、はい、電話帳出して。電話帳、電話、はいはい、電話帳出しました。で、あ行から見ていって、いらねえなみたいな。アップルジャパン株式会社。アップルジャパン株式会社、これアップルだね。アップルだね。 iPhone、 あ、これ分けちゃダメだろうな。アップル、兄って誰。え、ユーシン。あ、ユーシン、ユーシン消しちゃダメだろ。そうだね、あの兄弟が断絶してしまうからね、だろ。これダメだ。あ行だと、あ、天谷ライカプロフェッショナルのディレクターですよ。あいつなんかメールしたのに全然返事来ねえんだよ。あ、消そう。あ、もう断捨離断捨離。天谷ライカも消そう。じゃあ消そう。あいつなんか忙しいのか知らねえけど、全然連絡がねえんだよ。もう消します。あ、亀谷さん、何、岩田光雄ってあるんですけど、わかりました。あ、僕待った。じゃあ、消します。消します。連絡する必要が。まあ連絡僕したことないしね。いいかな。全然したことないです。そもそも。悩まず消そう。悩まず消そう。よし、断捨離。いいんじゃないですか。オッケー。さっとね。大塚宝珠。あ、これは消せない。宝珠じゃん。宝珠じゃん、消せないな。宝珠さんは絶対消せないね。あ、掛水くん。かけみずくんはいいよ、消して。かけみずくんだってほらインチキ財布とか送ってくるでしょ。インチキ財布って言うんじゃないよ。ちょっと故郷のね、友達を。かけみずくんはちょっと消せ。あ、で神谷博士がありますよ、ね、カーナビ湯沢って誰だろう。これ多分カーナビを修理するときに連絡したなんかカーナビ屋さんの人なんだろうな、きっとな。どうする、カーナビ湯沢。もう消しちゃいますよ、カーナビ湯沢。 この時に多分直そうとしたカーナビって、もう一番最初の車のやつだから。もう今もう使ってないし、使ってない。それは消した方がいいね、消していいですよ。いやでもあんま無駄なの、そん、ね、いっぱいあるな。小安武人消せないよ、さすがにさ。小安武人、小エビ、家業、家業ね。ああ坂口大輔、どうしよう。悩むなよ。このね、俺何さ、あんまり入れてないんだけど、すごい気になる。こう作業にいる、ジャングル入り江っていうのがあるんだけど、これなんだろう。知らねえよ俺ね、忘れてる。何、ジャングル入り江、大丈夫、ジャングル入り江言っていいやつ、それ芸人さん、なんだ、誰だこの人、やばいとこじゃない。王様ジャングルっていうのがイベントがあった時にお世話になった方だ。あ、よかった。びっくり、ジャングル入れてなんかすごい、なんていうの、ネイチャーな YouTuber みたいな人を思い浮かべちゃったけど、なんかあれ、なんか諏訪っていう名字の人がいるんだけど、これ諏訪さんの電話番号？違うね、諏訪さん、なんだろう、
誰だろう、ワイテレの諏訪さんからあ呼び入れてそうだよ、ああ俺も入ってるもん、入ってる諏訪さん、道彦さんでしょ、うん、うんうん、入ってる、この番号、ええあその番号、あこの番号か、うん、ああ、うん、ワイテレの諏訪さんだった、うんうん、これ消しちゃダメだよああ、まあ、消してもいいと思います、ね、偉い人だからねダメだよ、ダメだよ、どうしてその判断になったの、確認した上で、うん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 、なんかテイクっていう人がいるけど、テイクなんかこうテイクっていうのはテイク、タケさんだメイクのタケさんがテイクって書いてあるから、メイクのタケさん、アルファベットでタケって書いてあるんだけど、テイクって書いてあるから誰かと思ったらテイク、あチュンさんの電話番号入ってるよ、嘘マジで、うん、チュンさん、チュンさん、あのムービー2でお世話になった、そうそう、ムービー2でお世話になったチュンさん、はい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 、マブヤと戦ったことでおなじみの中国憲法の達人のチュンさんの電話番号入ってます、チュンさんに連絡する俺できるよ、だからおお、いやそれは残しとかないと今後またオファーする可能性があるからね、だよね、はい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 、あとはあマウスプロ、あ消していいよ消す、うん、結構やっぱ消すのあんな、結構消せるね、あ、うん、俺消した結果46件になっちゃった、うん、少な少な、大丈夫、全然俺いないんだね、連絡できる人は、はい、まあ、もう時間なんでもう以上なんですけども、結構ありますね、僕まだ全然先まだありましたわ、うん、まだ半行ぐらいでした、まあだから皆さんもぜひデジタル断捨離してみてください、うんうん、ということでディアネームスイカさん、僕らデジタル断捨離をしてスマホが少しスッキリしました、うん、神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス、番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガールで配信していきます。今回は神谷さんのボイスを配信します。あ誰だっけ、篠ノ目さんだよ、そうだ篠ノ目さん、篠ノ目さんからリクエストいただいた、こちらのセリフです。長崎さんどうしたんですか先日ですね、長崎ディレクターにオンエア前にですね会いまして、はい、あのひとしきり長崎さんが遅刻したネタをラジオ番組でいじらせてもらいましたっていうことをお伝えしまして、そうだね、聞いたらしいんですよ、おで聞いたんだ、僕はあれは明らかに小野さんの方から切り出している話だなと思ったんで、遅刻してる人に厳しいですよねみたいなことを小野くんが言い始めたから、あれは小野くんが絶対切り出してる話じゃん、でも長崎さんの認識としてはあれは神谷くんから切り出してるよねっていう風に言われたんで、はいはいはい、どんな編集したんだと思って、ええ、俺は長崎さんをイメージして言ってはいないよ最初、あそうなんだ、うん、まあ、確かに長崎さんの名前を出したのは僕だ よ、 そうだよ、もはやここまで言ったら名前出さないと面白くないなと思ったから、あそういうこと、ね、だって長崎さんが遅刻してきたんだもん、バク転の現場でそうなんだけど、しれっとやってきたんだもん、でもなんか翌週から長崎さんちゃんと時間通りに来るようになって、あそうですね、うんうん、あの現場で来るとみんなこう拍手してくれました、あちゃんと時間通りに来たっつって、うん、これでもぜひね長崎さんにはこれダウンロードしていただいてそうだ、ね、目覚まし音にしていただければしていただきたいですね、ぜひぜひよろしくお願いします、バク転の方もよろしくお願いします、バク転もぜひ見てください、はい、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます、来週は小野くんのボイスを配信します、お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。おい、いやしかしさ、うん、電話帳のさデータ少なくね、いや50件以下って、びっくりした、少ないんだね、うん、いやでももう LINE だもん、は連絡全部 LINE、 仕事の確認とかも LINE、 仕事の確認を LINE で、うんそうだよ、向こうからも LINE に来るし、うん、えまだやってないですか、やってないけどいやてかあのずっと不思議なんだけど、その、うん、あなた神谷浩史のスタンプもあるし、あるイラスト屋さんとコラボしたスタンプもあるし、あで LINE もちゃんと分かってるじゃないですか、仕組みとかね、仕組み、うん、うん、なんとなく、ね、なんでやんないの、いやなんかもうここまできたらいいかなって、ここ桜井貴博が始めたらやるじゃん、あーなるほど、健一くんは急にやり始めたから、僕だって健一くん、健一くんって言ってたけど鈴村さんに教えてもらいましたからね、僕ね、ケースワイの早いからさ、そういやでもね、はあ、うちの母親もやってんすよ、発用が、発用が送りマシーンだもんね、うん名前送りマシーンじゃない
びっくりした。自分の母親の LINE の登録名を送りマシーンって。あ、また送りマシーンから LINE 来てるっつって。マシーンから来てるじゃん、怖えよ。そうね、メッセージ機能発動でしょ。怖えな。よくできてるんだよ、やっぱ LINE って怖えわ。番組では皆さんからのメッセージを待ちしております。おはがきの次はこちら、郵便番号105-8000に文化放送、神谷博士の大好きのディアガールストーリーズ、それぞれの仮です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、 dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博士と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第726話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。